隙間からこの見えるかもね。ああ、見えた。見えた。よく見えた。俺全然見えてねえ。ガチャ前見てる。ほらー。ああ、見えた見えた。ああ、いいね。こういう橋のとこ渡れちゃうの、ゆうちゃんで。ちょっと嬉しいかも。ね。おお。あ、これが、あれなんだ。なんとかストリート。キャッスルストリート後でこっちも歩く？行こう行こう。ちょっとそこ行きたい。なんか雰囲気が良いよ。ね。広いよで。すげえでけえな。おお、なんかこんなとこ走れちゃうの超嬉しいんだけど。すごい。うわ、ほら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 。おお、すごいな、すごいな。え、めっちゃいいじゃん。あれだね、馬で歩きたい。馬で歩きたいね。大手門がこれだ。お。大手門の駐車場っていうのが多分ここになるから。はい。ここまさに多分ここなんじゃない。さあ、キャンピングカー止めれたんですが、混んでるというタイミングだとちょっとキャンピングカーは難しいみたいで、大型の方扱いで大手門の方が止められるみたいです。ガッチャ、彦根城すごくない？お堀の中にさらにお堀があるんだけど。ああ、内堀外堀ってやつか。すごいね。すごいな。でかいね。彦根城のお堀、船が通ってます。面白い。え、これ後で乗りたいな。なんとポストの上に彦根城がすごいポストだな、ね、本日の彦にゃんだって。あと10分まで天守閣まで行けるのかな。橋も広いね。ね、味がありますな。木の橋いいよね。うんうん。彦根城いよいよ行ってきます。これが、うん、観覧券。いい感じだね。おー、いいなこれ。なんかさ、この階段の急さ具合さ、ああ、ね、犬山城か。あれもきつかったもんな。あ、これまた急ですって。キャーだよ。そこは変わるよ。今度うち先に行くね。あれすげえ。ねえ。ははー。お城とお城渡してるんだよ。すごっ。やかちゃん見て見て見て。なんかほら、ちょっとその当時を思い出す感じのさ、いや思い出すっても知らないけどさ思い出したら怖いわこれ当時のそのままなのかな。なんか雰囲気いいね。ね、向こうが見えるかな。見えそう。城下町って感じ。うわ、見えるな、ね、結構、ね、いいよいいよですね。うん、あ、もうここで重要文化財なんだね。天神櫓だって。あ、これもしかしてさっき、これさっき下から見えてたとこじゃん。ほら、ほんとだ。ほら、あの、割と登るね。ほんとだ
なだらかなんだけどさ、急なんだよ、ね、何これ斜めになってるし、そうなの、そうなの前後斜めじゃなくて左右斜めだ、ちょっとバランス的にちょっと倒れそうになるよね、滑った危ない、気をつけて気をつけて、あ、綺麗、いいね、わー、いい色だな、あ、すんな、こんな石がゴロゴロしてるんだもんね、うん、ちょっと気をつけないと、ね、なんでそんな一気に疲れたふりしてんの、いや、マジで疲れた何これ、すごい急だな、これこれ階段のレベル、はしごじゃないのこれ、ちょっと急だね、膝がぶつかる高さだ、マジでか、マジか、あ、ういよういよ、あ、やべえなこれ、おーおーおーよっよっ、おー、なんか時代劇に出てくる感じ、ほんとだね、うん、これ階段だからね、すごいですよね、この急坂、うわ、また急な階段だな、あ、こんにちは、クルスにお気をつけてお上りください、はい、あー、すごいな、ほんと急ですね、ここね、はい、現存です、うわ、むっちゃん超必死、いや、俺もそうよ、うわ、トントンって連続でいけねえよ、これうわ、本気で行こうかな。よいしょ。なんかこの階段にも慣れてきた。慣れてきた。いいね。いやー、綺麗だな、ね、いい眺めだ、さっき行ったところが見えるね、ね、あれ、むちゃん、あれ、琵琶湖じゃね、どれ、え、マジで、あれ、うんうん、そっか、海じゃなくて琵琶湖だもんね、一瞬海に見えちゃうね、だよね、おっきいな、これだね、琵琶湖、わあ、これ琵琶湖、琵琶湖じゃない、へー、いや、おっきい、いや、向こう側が見えないからさ、うん、海だよね、すごいね、すごいな、これ怖かったら、あの、後ろ向きで行ったら大丈夫、すごいな、これ連続して落っこっちゃいそうだな、これ、うん、あ、いやいやいや、じゃあ俺が先行くわうちの中で彦根城と松本城が同等ぐらいな感じでも彦根城の方がまだ現代様式になってるけど松本城は当時の木のまんまだったからあ高さ急斜面うーんそうねツートップって感じかなおおという彦根城でしたこんなところも入れるんだね。ね、行ってみようよ。ああ。すごい石垣だね。ね、素敵ね。ここ歩けるんだよ、だって。とか、ゆうちゃんで入っちゃったからね、さっきね。すごいね。うん、これが
キャッスルストリートだ。目の前も見えてる。このまっすぐがそうか、うん、どんなのがあるんだろう、ね、楽しみ。城下町そのまんまって感じだね。ね、そのまんまが道になったんだね。そう、ここね、城下町の中を車が走ってるっていう、うん、後でここ走ろう。うん、ああ、いい佇まいだよね。下見て歩くと面白いのもありますね。うわー、氷か。いや、最高だな、このタイミングだったら。ここ、お魚さんいないよね、ほらね。それはこれから。それはこれから、お魚さんが出てくるのか。こんにちは、ありがとうございます。よし、じゃあ皆さん、ニコニャ今来てるんですけども、来てる間ちょっと耳だけ貸しといてください。4番町スクエアっていうところに来てます。ヒコニャンもいます。建物がおしゃれ。なんかすごい城下町を模していろんなお店があるので面白いし、雰囲気もいいし、いいですね。今から家に戻るの？水分をたくさんガブガブ取りたい作戦で。何それ？ね、お水たくさんお腹に入れてあんまり外食費が出ないように。なんとそれマジで？てか本当に水分取りたい。ああ、はい、そうだよね。